ドキドキ雰囲気になってしまうのでしょうか。バカみたい、一人で空回っちゃって。ほらアリサ、すっごい風景じゃろ。うん、すっごいね。ほらほら、二人とも予定が押してるんだからさっさと行くわよ。まあまあいいじゃないか。これお父さんかな、左の人。めったにない休暇だ。君も少しは羽を伸ばすといい。アリサ、子供の頃の思い出ですね。リー、どうしたの？あなたも食べ過ぎたとか？ああ、結構いただいたかな。でも大丈夫か？ふらついてるみたいだけど。別にちょっとぼーっとしてるだけで、少し風に当たればどうってこと。ごめんなさい。ほら、言わんこっちゃない。無理もない。今日は一日中馬に乗ってたようなもんだからな。確かに、なんか振動のさ、なんかこう余韻みたいなんか別に乗ってないのに続いてるみたいな感じ。かなり体力を消耗したんだろう。そっか、そうよね。そんなことも自分で気づかなかったんだ。アリサ、空を見上げてみなよ。すごいね。昨日は早く寝ちゃったから気づかなかったんだな。でも風に当たるんなら、うつむいてるより見上げた方がいいんじゃないか。すっご。ええ、まったくだわ。8年前だったわ。技術者だった父が亡くなったのは。あ、そうなんだ。それをきっかけに私の家は大きく変わってしまった。当時取締役だった母は事業拡大に没頭するようになって、家族をほとんど顧みなくなったわ。そうだったのか。確かに随分やり手というか凄腕といった女性だったけど、実際はルーレー機であった印象の数倍くらいは強烈でしょうね。一緒に食事できる機会すら3ヶ月に一度あるかどうか。そんなにか。代わりに一緒にいてくれたのがおじい様とシャロンだったの。そうか、シャロンさんとの付き合いも結構長いんだよな。ラインフォルト家に来てから7年くらいにはなるわね。家が家だから、子供時代本当の意味での友達は少なかった。貴族の子からは疎まれ、平民の子からは特別扱いされ、でも二人がいてくれたから少なくとも寂しくはなかったわ。おじい様は乗馬やバイオリンなどいろいろな趣味の手ほどきをしてくれたし、シャロンからは護身術や弓の扱い、貴族の子女並みの礼儀作法を教わった。護身術や弓の扱いをメイドから教わるってどういうこと。一方母は会長である祖父の意向を無視して際限なくグループを拡大していった。そうだったのか。でも元々かなり大きな技術工房ではあったんだろ。ええ、鉄鋼や鉄道から戦車や銃のような兵器まで、死の商人と揶揄されるだけのものづくりはしてきたと言えるわね。そのこと自体複雑ではあるけど、恥と思ったことは一度もないわ。でもここ数年うちが作ってきたものを考えると、さすがに行き過ぎとしか思えない。その一つがアークスだったりするのかな。なんか腹を立てても仕方がないってアリサ言ってたけど。ここ数年作ってきたもの、聞いたことくらいあるでしょ。帝国東部ガレリア要塞に2門設置されている列車砲のことは。ああ、噂くらいは。プレイヤー的には
オープニングで見たやつですよね。なんでも世界最大の長距離動力砲なんだってな。私もスペックしか知らないけど、恐ろしいほどの破壊力よ。共和国と領有権争いをしているクロスベル自治州の全域をカバー。へえ。たった2時間で人口50万ものクロスベル市を壊滅できるらしいわ。へえ。とんでもないな。へえ。戦争というより虐殺にしか結びつかないと思うんだが。ええ、私もそう思う。そして母が受注したその兵器の完成に立ち会った祖父も同じだった。なんという罰当たりな兵器を作ったんだろうって悩んだみたい。そして帝国軍に2門の列車砲を引き渡すか迷っていたところで、取締役だった母の裏切りにあった。え？ラインフォルトグループの大株主全員を味方につけたのよ。ルーレの領主であるロブナー公爵から帝国軍の有力人物まで、貴族派革新派双方の意を受けて、おじい様は退陣を余儀なくされ、なんかもう嘘か。なるほどね。母の新会長への就任が決定した。おじい様は私を残してラインフォルトを去った。それが子供時代の時に起こったのか。味方だと思っていたシャロンも雇い主である母に従うだけだった。なんか泣きそうになってくるな。それが5年前の出来事よ。そうか。アリサは納得がいかなかったんだな。お母さんのしたことというより、家族が壊れてしまったことが。ええ、そうね。実の親を陥れた母様も、それをただ受け入れたおじい様も、私は納得いかなかった。あれだけ優しかったシャロンが何も言ってくれなかったことも。ラインフォルトグループの存在が私が思っているよりはるかに巨大で、その重みの前には家族の絆なんて意味がないなんて絶対に認めたくはなかった。だから私は実家を出て士官学院に入ったのかもしれない。でも結局全然母と家から逃げられてなくて、おじい様はおじい様でひょうひょうと第二の人生を楽しんでて、私一体何やってるんだろうって少し目いってたところだったけど。そうか、それが出てきた時のあのアリサのセリフだったんだね。この星空を見上げたらどうでもよくなっちゃったわ。やっと分かった気がする、どうしておじい様がこの地に移り住んだのかを。そっか、やっぱりアリサは強いな。こうして俺にいろいろと話してくれたってことは、多分前に進めるきっかけがつかめたってことだろ。そうね。だとしたらそれはきっと士官学院に入ったからだと思う。7組のみんなに、部活のみんな、本音で向き合える仲間と出会えたから私は強くなれた。だからありがとう。心配してくれて、空を見上げろと言ってくれて。どういたしまして。白状すると、追ってきたのは委員長に促されたからでさ。リン君正直だな。正直だね。そのあたりは申し訳ない。だろうと思った。まあいいわ、そのあたりは今後の課題ということでね。ちょっとあの某特務支援課のリーダーを見習っていこう。はい、まあリン君なりにね、今回はとてもいい働きだったと思います。そういえば私を強いって言ってくれたけど、あなただっていろいろと頑張っているじゃない。実習ではリーダーとしても引っ張っていってくれてるし、
自由行動日に似たようなことをしてるからな。でもまだまださ、自分から逃げてるようじゃ。自分からね。前に自分を見つけるなんてかっこつけた言葉を言ったけど、本当はただ逃げてるだけじゃないかって不安に駆られる時がある。家族からも自分自身からも。そのご家族とあまりうまくいってないの？いや、血はつながっていなくても両親とも俺を慈しんでくれている。妹とは最近すれ違いが多いけど、まあ仲は悪くはないと思う。全部俺自身の問題なんだ。リーン、でもそういう風に言えるっていうことは、多分前に進めるきっかけがつかめたってことでしょ？もらった言葉をそっくりそのままお返しするわ。いつもどれだけ恥ずかしい言葉を臆面もなく言ってるか、少しは自覚するといいんじゃない？奇跡主人公あるあるですね。参った、一本取られたよ。そうだな、俺も少しずつ前に進んでいけてるんだよな。学院に入って7組のみんなや同級生や先輩たちと出会えて、こんな風にみんなと同じ時間を共に過ごすことで。ええ、きっとそうよ。この特別実習だってきっと私たちの糧になるわ。だからこんな風にみんなと？いつからいたの？なかなか戻ってこないので様子を見に来たんですけど。でもまだ体を起こしてるところでよかったかもしれないね。寝そべってるところなんでか、あーってなっちゃう、あーって。うん。一体いつからいたの？ねえ、いつからいたんだろう。でもそういう風に言えるっていうことは、多分前に進めるきっかけがつかめたってことでしょ。やめて、あれはリーンの恥ずかしいセリフをそのまんま返しただけで。そんなに恥ずかしがらなくても思わずジンときちゃいました。ああ、悪いとは思ったが、いい場面に立ち会わせてもらった。なあ、もうなんで私が一番恥ずかしい人になってるの？こうなったらあなたたちも加わりなさい。恥ずかしい青春トークを一緒にぶちまけてもらうわよ。待ってください。ふん、お断りだ。お断りだった。お疲れだったな。いや、こちらの方が力づけてもらったくらいさ。なあ、ガイウス。なんだ？本当にいいところだな。ああ、そうだろう。いかんな、もう涙腺が緩くていかんな。エスクラ来た。ロゼッタアロー。ああ、もうダメですわ、涙腺が。おっと、ランクアップしたわね。何くれます？ご褒美をあげますね。また飛ばして、なんだし、いいところで。明日も期待してるわよ。丸ボタン押しますかね。ゼンダーモンですか、ここ。ちょっと待ってください、涙を拭きたい。監視塔か、監視塔の方か。夜中の2時55分。あちらさんの動きは今夜もなしと。ロナンドくん？ロアンか。ラン
かもうこんなことがあるっていうことは何かあるんじゃないんですか。やっぱり何何何え、何何何何、わっ、えカンスト、ボロボロじゃん。え、ちょっとちゃんと逃げててほしいな。これ、あ、セーブします。そろそろやめなきゃいけない時間だけど、気になるから先に進むね。あー、寝ちゃったんだ、そのまま。さすがに音は届かないのかな。朝6時半。さすがに音は届かなかったのか。監視と行きたいな。はい、朝ごはん。お弁当お弁当。竹筒に入れるってどんな味なんだろうね。緑茶ぐらいだったらなんかこういい感じにブレンドされて美味しそう。一個だけか。あ、そうなんだ。あ、それもいいんじゃない？あ、っていうわけにもいかんよね。共和国の基地も攻撃を受けたらしい。これは少々騒がしくなるかもしれんと。それから1時間半後、8時ですね。わあ！どっちどっちどっち？帝国側から？カバリエ・グリエール。ああ、なんか睨み合ってる。まあでも確かにお互いがやったって思っちゃうよね。アルデバラン確実に第三者のあれがあるけど、牽制し合ってんのかな。今すぐどうこうっていうわけではなさそうだね。共和国お得意の空挺機甲師団の先駆け。マジか。マジ？ロアンとザッツだよね、多分。まあでもあれだって完全に直撃っぽかったしな。9時半。まあね、士官学院だし、ああ、まあそうだねそうだね。じゃあメインストーリーを進める前にちょっと、あ、はい、北に行けなくなった、はあ、手配魔獣したい。
その前にマラソンだな。あそこに歩いていくっての嫌だね。岩石でできた巨人、ゴーレム的なだね。ほんほん、へえ、はい、はーい、了解。うん、いいね、父さん行ってくる。あー、完全に死人出てるしな。なんかあったんかな。本当かな。やだな、なんか昨日あんな話してた人なのにって思うとね。まずは外回りだな。交易所の人。来ない宣言して完全に荷造りしてほしいけどねあれは馬で、こっちだな。おち、よいしょよいしょ。お母さん、そっか移動するか。そっか移動するから手伝わなくていいんですかって話だったのね。ちょっと完全に動揺してたわ私が動揺しておった。はぁ、荷造り中偉いね。お寿司の家いますか。いますね。大変だなぁ。さすがに宿泊用でゲルに誰もいないよねそうなんだ。一応入るか、まあ、何にもないとは思いますが。よし、じゃあこんなもんですか。こんなもんですね。ではそろそろやめようかなと思います。続きはまた2週間後か1ヶ月ぐらいになるかなと思います。はい、それではありがとうございました。はい、1ヶ月後に撮っております。すっごいワクワクするね。で、クエストが北部なんですが、北部に行けないんですよね。あー先にちょっとストーリー進めなきゃいけない感じか。まあ、そらそうですよね。はい、南部に出るんですが、イベントがあるみたいですね。なるほどね、そういうことか。同行するのね。いやー、なかなかね、今ほんと何にもわかんないもんね。ちょっといろいろ調べて、順番とかね、どういう機会なのかとか、ちゃんと頭に血が上らず考えてほしいものですね。で、ちょっと真面目な話になってきたので、私服をやめて制服にしておきました。じゃあ、着くまでカットしようかな。
なんか帝国軍が運用している軍用飛行艇だわ。音するね。どこどこどこ。あ、あれ思った以上にきな臭くなっているな。ね、とにかく急ぐぞ。はい、びっくりした急に。あ、はい、帝国軍の動力装甲車。あらら、このままじゃねえ、もうやばいやばい。当日10時、ヘレボニア帝国軍第三機甲師団。あー、うん。聞かせてくれるかな、こんな緊急事態に。こんにちは。うん、もう一度視察。あ、なになに、あ、帰れってことか。あー、だよね、そらそうだわ。でも私たち普通の学生じゃないからね。うん、まあそうなんですが、戦争来ちゃうかな。ちょっと出しゃばりかもしれないけど、なんとかしたいっていう気持ちも働くよね。彼らだったら。うん、そこ大事だよね、調査中。うん、だよね。うん、創始勝者。うん、っていうか本当に亡くなっちゃったんだ。うん、どうなんだろう、そこもね聞きたいよね。施設にダメージ受けてる。あー、そっか、それまずいですね。うん。うん、そっか。威厳とかもあるだろうしね。なかなか難しいね。すごいこと言うね。調査を任せてくださいよ。私たちも調査しますじゃないもんね。あー、かっこいいね。この一体ならば俺の知らないところはありませんって。まあもうガイウス超かっこいいね。うん、そうね。なん、いや違うよ、違うよガイウス、それは違う。うん。うん、そうだね。うん、12時半までの調査を許可する。はいはい、うん、はーい。